皆さんこんにちは、てつりです。ここは山陽電車のとある駅なんですけど、何駅かというと富士駅です。さて、ここは山陽電車の富士駅ですが、山陽電車の大体の無人駅というのは2面2線であることが多いんですけど、ここは2面3線となっています。今回はこの少し特殊な駅っていうんですかね、そちら見ていきたいなと思います。では本日も皆さんよろしくお願いします。さて、番線紹介をしていきますと、今僕がこの撮影をしている位置が1番ホームになっています。そして右側に少し見えるホームが2番乗り場、そして3番乗り場になります。向こう側からやってきた電車は山陽電車の三千軒電車です。奥には構内踏切が見えますが、あの構内踏切はカンカンカンという音ではなく、ブーというブザー音になっています。さてさて皆さん、皆さんの視聴者の運がいいのか分かりませんが、こちら 3619F、 マジで昨日からヘッドマークがついためちゃくちゃレアなやつです。マジでレアです。本気でレアです。皆さん、めちゃくちゃ運がいいか知れませんが、こちらは 3100F と呼ばれる3619と書かれていますが、ヘッドマークがついていることが分かります。このヘッドマークは引退までもう少しとなります。ヘッドマークに書かれている 3619F、ホワイトエンジェルというのはですね、こちら鋼鉄製の車両なんですけど、その車両にアルミの、ね、車両に組み込むためにこの銀色に似せたということで、あのように真っ白く塗られているんですね。あれがホワイトエンジェルと呼ばれているゆえんです。おっと、一発目からあんな電車来ちゃったな、やばいな。 レアですよ本当に。あれ、はい、ではこの構内踏切を渡って向こう側のホームへ行ってみましょう。この構内踏切のこちら側にはなんかくさびのようなものがあるのがよくわかります。さて、構内踏切を渡ってこちら側に来ましたが、もう一つ構内踏切を渡ることになります。2面3線のため、このように踏切を2回渡る必要があるんです。無理な横断はやめてください。ここの踏切はですね、しばらくならないんですよ。まあなんでかっていうのを後で証明というかお話ししましょう。ここは島式ホームになっています。ということで、通過のアナウンスが流れましたが、そちら見ていきましょう。さて、今度は1番線に電車が通過します。今僕が立っているのは2番乗り場、3番乗り場です。山陽電車の5線系列の電車。そう、今も言った通り、山陽電車では直通特急、そして普通電車、この2つが主な種別になっています。主な種別のうち、直通特急の2種類、それから普通電車の、まあ、1種類なんですけど、1種類を見ていきますと、普通電車はこの駅には止まります。もちろん各駅停車ですからね。ですが、直通特急の電車はこちら側は明石駅、そしてこちら側は東二谷、この間は1駅も止まりません。なので直通特急はここをぶっ飛ばしていくわけです。しかもこのかなりの直線で、坂を登ってくるところなんで、だいぶね、こう速度を上げてきてる場所じゃないかなと思います。なんで結構高速通過を見ることができます。山陽電車では110キロが最高速度となっていますが、ここは多分最高速の110手前まで出せるでしょう。そしてですね、今言った普通、直通特急のこの接続というものはここでは行いません。直通特急は基本6両編成ですが、普通電車は4両編成、3両編成で運行されています。3両編成、4両編成の電車はこの富士駅に止めることができます。ここは4両編成対応のホームになっています。ですがですね、直通特急という車両がありまして、こいつは6両編成で来るわけです。ですからここには止まれないんで、そのまま行くわけですが、3人ここで飛びます。6両編成の直通特急、そして普通電車とかがあるわけですが、今度ね、S 特急という山陽特急みたいなのがあるんで、その山陽特急が見ていきましょう。
そこの分岐器のこちら側は、朝の時間帯はこちら側に普通電車が入線してきます。そして東二見市発の S 特急や、またその姫路から発車してくる S 特急などはこちらを通ってここに停車します。それから接続、環境接続を行って S 特急が先に発車すると。ですから富士駅には S 特急が止まります。最後電車の S 特急の主な停車駅で行くと、東二見から明石の間は富士駅のみとなります。ですので富士駅の近くにある住宅街の人たちはね、多分この S 特急をね朝重宝してるんではないかなと思います。帰りは残念ながら明石で接続があるので、まあ困ることはないと思うんですけど、ちょっと本数が少ないのが難点です。そう考えると朝の時間帯急いでる人にとってはこの構内踏切を渡らないといけないというのは少し辛いですね。このように構内踏切が2種類あるっていうのも面白い駅だなと思いましたので、今回ご紹介させていただきました。簡単に富士駅をご紹介したいなと思います。この富士駅はですね、兵庫県の今いる明石市という場所にあります。明石の中でも富士江大塚という地名の場所にあるんですが、その富士江から富士江という駅名は取られています。富士駅の入り口はね、なんだかね、店みたいなのがありまして、写真載せておきましょう。魚の絵とかもあって、これ面白かったです。この魚の絵にモチーフにされているのは 3030F だなと思ったんですけど、もしかしたら昔のなんか歴史のなんか本かなんかを漁って、まあ、書いたものかなと、まあ、近くの、ね、友達が言ってましたが、どうなんでしょう、わかりません。先ほども見たように、この山陽電鉄の富士駅は、西台という山陽電車の起点の駅から20番目にあるので、この SY20 山陽を示す SY と20というものが記されています。そしてこの構内踏切めっちゃブーッと下されてね、これがまた面白いんですが、聞こえてるかどうかわかんない。で、踏切が開きまして、うーっていうのがすごいうるさいですよね。ここには分岐器なんかもありますが、本当にうるさいです。まあ、こんだけうるさくないと危険は知らせられないと、そういうことでしょう。山陽電気軌道、電気鉄道か、電気鉄道という会社の駅ですが、西台からは約20キロぐらいなんで、直通直帰でも比較的早く着きます。そして二面三線の駅、1日だいたい1762人が乗るそうです。ウィキペディアの情報ですが、その昔1923年、大正12年に8月19日ここは無人駅ではなく有人駅として開業しました。今は有人駅ではなく無人駅ですが、現在地のここに今立っているところにだいたい200メートルぐらいに、向こう側東側にですね、神戸姫路電気鉄道という会社の駅として誕生しました。そしてこの線路がその開業した1923年8月19日に山陽電気軌道の元となる現在地の、現在こう走っている、ね、神戸姫路電気鉄道という、ね、駅鉄道会社の線路もその時開業しました。そしてまた電車が来ますが、4両編成止まれますが、出入り口が前側にあるので後ろ1両分の場所はないということになります。これが富士江の駅名表です。SY20、確かに20番目の駅と書かれています。隣駅は平崎松江海岸中焼駅です。さて、やってきたのは6000系ですが、6008F。ポロが姫路側にあるタイプのやつです。ブースなのでね。6008F が3両編成です。山陽電車の中でも6000系には3両編成と4両編成が用意されていまして、4両編成の車両は6009かなから14かな、そんぐらいまでだった気がします。13かな、何編成か4両編成も装備されています。三菱 IGBT ブルーバーターのいい音ですね。そして先ほどの続きではございますが、1933年、昭和に入った頃ですね、宇治川電気の鉄道部門というものがね、ありまして、それが分離され山陽電気鉄道というね場所の駅員となることになります。そして1938年、昭和13年はこの富士駅というね、この今立っている場所に富士江競馬場というものがありまして、その富士江競馬場という
場所があったんですけど、そこの駅が開業して、それがまたすぐ廃止されたんですけど、その廃止した後、競馬場跡がね、あのこの辺にありまして、そこの近くにね、住宅がいっぱい作ったんですよ。そしたらその住宅街にうはうは人が来まして、そのおかげで、まあ、ここはたくさんの人が乗る場所になったということです。そして1949年、昭和24年には、ここは急行、昔は急行って知れとかったんですけど、その急行というね、電車がね、ここに止まるようになります。まあ、今で言うと山陽電車の S 特急とかそういう部類に入るのかな。そして1984年には、この急行というね、直通特急みたいなやつがね、設定がね、知別がなくなります。なんで知別がなくなって何もすることがない。なんで、普通電車が止まらないよねっていう話になって、普通電車、まあ、いわゆる各駅停車のみがここの駅に止まることになります。でですね、その後の昭和60年、1985年には、この駅のね、駅舎がね、改修されまして、少し綺麗になりました。で、その後、直通特急というものが1987年だっけな、確か、そうですね。そうです。1987年、昭和62年に、設定されたこの通勤特急、まあ、現在の F 特急ですね。この富士駅に止まるようになります。この頃には直通特急というものができましたが、この直通特急とは別に S 特急が、新しく作られたわけです。東二谷より西側は全て全駅停車なんですけど、東二谷から神戸方面、大阪方面へは、この S 特急というのがね、乗客をね、運んでくれると、それが富士駅の大きなメリットでもあります。そしてブーブー言ってましたが、1989年、ちょうど平成になった時ですね、こちら側の上りのね、この外側の線路が新しくできました。そうです、平成元年ですから、もうつい最近30年くらい前の話ですが、そこに線路ができまして、でこれによって S 特急との対比、接続などが行うようになりました。そして、通常の時間帯ではですね、平日の日中であったりとか終日、休日の終日はこの内側の2線しか使わないことになっています。何やらまたやってきたのがこちら3000系電車です。 3058F、 こちらはクリーム色に塗られていますが、さっきのアルミカーとは違い、アルミではできていません。鋼鉄製の車両です。普通阪急神戸三宮駅です。4両編成ですので、ホームいっぱいに止まります。まあ、こんなんも走ってますが、15分に1本普通電車が走っていますので、まあ、1時間に4本あれだったら JR 乗っててもね、普通の本数かなとは思います。そしてこの駅、意外と住宅街が多くてバスなんかも発展しているんですけど、新規バスの一部の系統、それからタコバスのね、谷上ルートとあとなんかのルートがあったんですけど、それがねこの富士駅に止まることになります。まあ、この駅の近くにはですね、有名なね、有名でもないか。有名ではないけど、海水浴場がありまして、その海水浴場で、まあ、皆さんね、戯れるとそういうこともあるようです。ここには立派な浴池の幕というか、掲示板もありましたが、まあ、そんなところでね、もう電車に乗っていきたいなと思います。さて、通過線の通過メロディーが鳴りました。この富士駅の通過もなかなか面白くて、かなりのスピードで走っていきますから、しかもあれはヘッドマーク付きです。ということで、もう間もなく列車が来るようです。ですが反対側のあれを示しているので、あれは直通特急が長く来るのかなと思います。やっぱり何回聞いてもこんな夢って言うと、このブーって音はいいものです。ですから黄色い線の内側まで下がってお待ちください。本当にここの直通特急の通過は危険です。新快速の、ね、通過もかなり危険だとは思うんですけど、まあ、それに負けないぐらいの怖さがあります。5022F です。通り過ぎたらもうすぐ開くんだね。これがまた面白い。
ということで、もまなく下りのね電車がやってきますので、この辺でこの動画を終わりにしたいと思います。今回はですね、山陽電鉄の西田駅から20番目の駅、東北見と明石の間のあたりね、ある兵庫県明石市にある駅に来てみました。富士駅です。こちら向こうからやってきたのは6000系電車。ここまでご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。皆様さようなら。